1. メチェルシクロプロペンはシクロプロペンの誘導体で化学合成によって作られる植物の成長制御因子である。構造的に植物ホルモンのエチレンと類似していて商業的には果実の成熟を抑えたりカットした果物の痛みを抑えるのに用いられる。1MCP は C4H6 の化学式を持つシクロアルケンである。常温常圧では期体である。 エチレンは、機体として存在し、植物の一生を通じ、果実の成熟や開花、落葉等のプロセスを制御するために常に、痕跡量で働く。1MCP の作用機構は、植物のエチレン受容体に固く結合し、エチレンの効果を遮断することによる。1MCP の商業的な利用には、主に2つの形態がある。1つは干渉用の植物の鮮度を保つこと。 もう一つは果物の成熟を抑えることである。どちらにおいても 1MCP は扱いやすくするために他の物質と混合され、水や溶媒に溶かして用いられる。通常、冷蔵庫、トラック、温室、倉庫、船等の閉じた場所で用いられる。1MCP はエセルブロックという名前でアメリカ合衆国環境保護庁から、 干渉用作物への使用の承認を受け、切り花、鉢植え、観葉植物等の枯れ、紅葉等の防止に用いられている。また、1MCP は、スマーティフレッシュという商品名で、農業工業に従事する農家、運送や船員によって、果物や野菜の鮮度を維持するために用いられている。農作物への利用は、アメリカや欧州連合を含む26の国で、 リンゴ、キウイフルーツ、トマト、バナナ、プラム、牡蠣、アボカド、メロンに対して認められている。消費者にとっても新鮮な製品や低価格というメリットがあるものの、見かけよりも古い果物を買わされてしまうというリスクもある。1MCP による新しい農業技術の開発も試みられている。ストレスを受けている作物の畑に 1MCP を散布すると、作物は 高温や干ばつに耐えることがわかっている。ありがとうございます。